にわからです。にわかです。私はこれまでミニ四駆にロマンを詰めてきました。ここでそれを言うということは、またミニ四駆を魔改造するんですね。その通りです。現在私が着手しているのが、バイスイントルーダーです。1年越しでついに来ましたか。この機体の組み込みの難しさはマシンメインの別動画で説明します。そのため今回は動力を組み込む後輪にのみ着目します。これまで使用していたモーターは全く機体内に収まりません。過去のマシンはギアを少しホイール内部に入れることでなんとか収めていましたね。前々から思っていましたが、このホイール内のスペースを活用したいです。でしたらインホイールモーターにしましょう。ここまで小型なものは売っていません。それに作れません。それなら小さいモーターを直接タイヤに接続すれば解決できそうですよ。ギアがないとトルクか。いや、いい歯車を思い出しました。純正ギアです。何ですかそれ。こんな感じのギアです。細かい説明は省きますが、真ん中のピニオンを回すと、外側のギアも回ります。これを斜めから見ましょう。ホイールじゃないですか。外側のギアをそのままホイールにするのは本来の使い方ではないですが、そこにロマンがあります。まさにインホイールギアですね。ということで早速作りましょう。積層 3D プリンタで出力しました。組み立てます。全くはまりません。積層 3D プリンタですから仕方がないです。では光造形にしましょう。持ってましたっけ。これから持てばよいのです。バンフット様から光造形 3D プリンターをご提供いただきました。モデルはエニーキュービックのフォトンものですね。どうしてこのモデルを選んだんですか。このモデルのライバル機であるエレゴーのマーズ2プロよりもレビューが少ないので人柱レビューです。先に言うと概要欄のクーポン利用で$249で購入できます。両者の簡単な比較はこんな感じです。フォトンものはほんの少し大きく出力できる、ほんの少し精度が悪い、安いですね。ちなみにどちらのモデルもバンフットで買うと安いです。プラグは US プラグを選択してください。それでは本体を出しましょう。梱包はかなりしっかりしています。蓋の中まで保護されているんですね。これを待っていました。早速セットアップしましょう。の前にペリペリ剥がし、プラットフォームを取り付けます。台を上げておきましょう。プラットフォームのジョイントのネジをすべて緩めます。締めたままにするとおそらく液晶パネルが壊れます。プラットフォームを取り付けます。ネジで上から固定します。 Z 軸の原点調整をします。コピー用紙を液晶の上に置いて Z 軸を動かします。フォームに戻します。この時ネジを緩めていないと、液晶がプラットフォームに押し付けられます。これは注意しないとミスをしそうです。動きが止まったらネジ止めをします。液晶に力が加わらないようにここでは仮止めにします。Z 軸の初期位置を設定しておきます。プラットフォームを上げて、ネジの本締めをします。これでセットアップ完了です。組み立てがほとんどないので楽ですね。スライサーはこれを使います。純正は使わないんですか。日本語非対応なので使いません。ダウンロードして、インストールすればすぐに使えます。設定をフォトンものに合わせます。このプリンターの中から選ぶだけです。簡単で UI もわかりやすいです。これで設定完了です。モデルを読み込みます。位置を合わせます。レイヤーの高さだけ少し高くします。なぜですか。時短です。スライスします。これで 3D プリンターに読み込ませるデータが生成されました。最後に USB メモリに保存します。USB メモリを挿して、データを選択して。レックスボーです。初の光造形どうでしょうか。脱落なしで印刷できました。敵を見てみます。このピニオンギアは直径でいうと 3.8mm です。歯まで細かく出ていますね。直径 0.7mm の穴はさすがに閉じかけていますが、驚異的な精度です。レイヤー 0.1mm ですが、横の穴も綺麗です。プラットフォームと接地する面は脱落防止のため UV の照射時間を長くしています。そのためレジンが膨張しています。だからカットしているんですね。カットが終わったので組み立てます。入りました。最後にピニオンギアを入れてと。遊びを入れていなかったのでさすがに入らないですね。加えてギアが小さすぎて穴拡張時に割れてしまいました。ギアを全体的に大きく刃を少なくして再挑戦です。もちろん遊びも入れています。完成です。早速動かしましょう。回りました。これでモーターの問題は解決です。という夢を見ました。安心しました。嘘です。はピニオンとモータの軸の圧入では穴がすぐに広がってしまうようです。レジンの強度はそこまで高くないですからね。ホイールは回っていますがかなり空転しています。本来はより力強く速く回ります。今回は試作なのでやりませんでしたが、本番ではピニオンと軸は接着剤で固定することにします。光造形 3D プリンタの感想はどうですか。積層と比べるとこのようになります。特に印刷精度は感動する高さです。一度に印刷すると印刷速度を短縮できるのも良かったですね。モデルの調整や印刷設定の実験で結構作り直したので助けられました。実験から学んだことはモデルを斜めにすることです。光造形ではよく見ますがなぜですか。このように断面積が大きいと、手順を UV で硬化させた後フィルムから剥がれにくくなります。無理やりフィルムから剥がすのでフィルムが傷みます。
詳しくは剥離抵抗で調べてください。印刷中にポコンポコンとフィルムから無理やり剥がしている音が聞こえていました。斜めでも精度は大丈夫ですか？レイヤー高さを 0.05 ミリ程度にすれば問題ないです。それとサポート材はたくさんつけた方がいいです。足りないと印刷物が脱落します。最初はサポート材剥がしを面倒がって少なくしていましたね。実際は洗浄中に指が当たると簡単に剥がれる程度なので面倒もなかったです。話がそれましたが悪い点についてです。特に気になるのは準備と片付けの手間です。レジンはバットに放置することができないので、使うたびに注いだり使い終わるたびに洗浄する必要があります。鉄層はフィラメント放置しているので、ここはかなり手間に感じますね。水洗いレジンなのでまだマシですが、印刷物の洗浄も面倒です。印刷後いちいち洗う必要があります。とは言っても圧倒的な印刷精度があるので、これからも光造形 3D プリンターをバリバリ使います。フォトンものはどうでしたか？全く問題なく使えました。最初はかなりダメージを与える使い方をしていましたが、余裕で耐えています。何度も言っていますが、印刷精度も完璧です。概要欄のクーポンで安く買えるので、この機会にぜひ購入しましょう。このレビューが参考になれば嬉しいです。それではまた、のし。